水島の戦いは、平安時代末期における事象、樹影の乱の戦闘の一つである。樹影2年ムルー10月1日、備中国水島において、源義仲軍と兵士軍との間で行われた。当時、兵士軍の拠点は、佐抜の八島にあった。兵士を追悼するため、樹影2年9月20日に、源義仲軍は島を出発して、八島方面へ進軍していったが、 うるう10月1日、四国へ都会する前に、水島付近で、兵士軍に敗れた。吉中軍を率いていたのは、吉中の同族である、武将足利の力よ、足利義長兄弟と、運の幸広である。兵士は、軍船同士をつなぎ合わせ、戦場に板を渡すことにより、陣を構築した。原兵両軍の船舶が接近し、互いに刀を鞘から抜いて、 今にも白兵戦を始めようかというとき、兵士の伊手が、吉中軍へ矢を浴びせかけて戦闘が開始した。兵士軍は船によく装備された馬を同乗させており、その軍馬と共に海岸まで泳いで上陸した。最終的に、兵士軍は勝利し、吉中軍は、足利の力魚、雲の雪広の両大将や足利義長、高梨隆信、西名聖家といった諸将を失い壊滅。 京都へ配送することになった。この勝利により、兵士軍は勢力を回復し、再入京を桑立摂津福原まで戻り、一の谷の戦いを迎えることとなる。なお、この戦いの最中に95%ほどかけた、金冠食が起こったことが、原兵制水器等の資料によって確認されている。当時、兵士は、区下として小読みを作成する仕事を行っていたことから、兵士は、 日食が起こることを予測しており、それを先頭に利用したとの説がある。ありがとうございます。